横山義行は日本中央競馬会所属の元騎手。静岡県二ら山町出身。次男の横山龍とは JRA 騎手。競馬学校発期生。同期には上村博之後藤博木、小林純一らがいる。美穂トレーニングセンターの加賀武美級者所属で1992年にデビュー。初年度は20勝を挙げ、関東地区の新人賞に当たる。 民放競馬記者クラブ賞を受賞する。1998年から本格的に、障害競争の起乗に取り組み、その年の暮れ、ビクトリーアップに起乗し中山大障害、秋にて、重傷初勝利。同馬の故障引退後豪会に巡り合い、東京オータムジャンプを勝利。翌春、国際競争化された、障害競争の中山グランドジャンプにて、単勝一番人気に応え優勝。 さらに、翌年、同競争を連覇している。関東圏にある中央競馬4競馬場の障害コースでは、非常に安定した成績を収め、平地競争においても、中山競馬場のダート戦での先行を抜け出し、東京競馬場、新潟競馬場の芝コースでの強烈な追い込みや、人気渦の馬での入着が見られた。2005年に、JRA 賞の最多勝利障害期首賞を獲得。 2011年には障害競争100勝を達成。平地競争でもすでに100勝を達成しており、史上5人目の平地、障害100勝を達成した。2015年1月11日に、中山の障害未勝利戦で西のゲーナーで落馬、経髄損傷と診断された。その後は、復帰を目指して、リハビリを重ねていたが、2017年12月31日付で、 騎手を引退することになった。西のナーの場所、西山茂之から騎手を断念することになったら、西山牧場へ来てくれないかと声をかけられていたが、引退後は JRA の子会社、JRA ファシリティーズに一般社員として就職した。JRA 通算成績は4343242勝。 重傷勝利を11勝を記録しているがすべて障害重傷であり、平地の重傷では1995年新潟記念、2001年、クイーンカップの3着が最高着順だった。競馬新聞では、横山のりひろ、横山和夫、横山たけしと区別するため、横山よしと表記されていた。競馬ファンからの通称は横木。二千十八年に次男である横山竜とが、 競馬学校に37期生として入学。2021年2月に機種免許試験に合格し、同年3月にデビューした。ありがとうございます。